ゃないか、ベベかっこいいじゃん。すごい、これはちょうどいい。おじだと思う、さっきのと。ただこれの方がね、ここもね、まだしっかりギュッとされてるので知る感じではないんですね。こういう風にならない感じです。はい、みんなに見せあげです。はい、はい、今の時刻は11時10分ですね。ちょっとね、さっき見せた箱をちょっとね、開けたいと思います。クリクリもね、自分のものだっていうことを分かっているので、ずーっと待ちきれなくて、いつ開けるの、いつ開けるのってしつこくて、もう早速ね、ちょっとみんなと一緒に開けたいと思います。じゃあ運び読むぜ。ここに、よいしょ、よし、できる、よし、大丈夫、うわ、よし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 、はい、ちょっとね、これを、あ、これでもいいかな、どうだろう、これも使って、どうしようかな、このままでもいいと思うんだけど、ただこれを使った方がね、ちょっとごめんね、ベベ、これ使った方がね、自由にね、動かせるので、ちょっとね、今からクリクリのファッションショーをやりたいと思います、イエーイ。通販サイトの名前はキャリーオンですね。英語だとそのままキャリーオンなんですけども。はい、ちょっとね、早速開けたいと思います。で、なんだっけ。ですけど、これは中古品と、新品のものがあって、自分で選んで、自分で選びました。選んでそれで届けてくれた感じですよね。これはね、なんだろう、ブランド品しか売ってない感じですよね。じゃあ悪者も売ってる？そうだよね。子供用のブランド品の洋服とかそういうのしか売ってなくて、でもそれがね、お手頃すごく安く買えるんですよね。状態もね、ちゃんと書いてあるし、概要欄にね、ちゃんと、リンクとか貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。ちょっとね、みんなに見せたいと思います。ちょっと開けます。で、楽しみ。ちょうどいいかな、コリコリの身長で、この今のこのカメラの、なぜかっていうと、クリクリが、ね、切る感じなんで、はい、ちょっと待ってればいい？ごめんね、ごめんね。わー、すごい。はい、開けてみるとこんな感じになってます。すごい、ちゃんと、ごめんね、ベベ。ちゃんと一つずつ袋に丁寧に包んであるので、あと畳み方もすごい、もう新品のような感じです。中古品とは思いません、これは。おー、シューシュー、シューシュー。あ、これブリーズですね。ブリーズのブランドで、これは、シュースも、え？ちょっと写真と別な感じです。すごい綺麗じゃない、これは。本当にこんな感じ？ちょっとね、ウェブサイトではちょっと汚れがあったりとかいろいろとあったんですけど、ちょっとね、こうやって見たらすごい、見てください。これも、ブランド名はベベです。はい、そして、はい、これ見たいですね。これはビーズで、ニットなんですけど、これは新品ですね。これがついてあるので、これ見てます。重厚品、これやばい。なんとジャンバーもあります。これはね、開けと、後で開けて、ドリンクで着させたいと思います。見てる、ふわふわ、ベベ、ふわふわ、後で着てみようね。ちょっと待ってね、一回ちょっとふわふわ、ちょっとびっくり、これはもう正直びっくりしました。やっぱり中古品だとね、なんだろうね、一つずつ袋に入ってるって全然思いませんでした。これはこれはね、素直な気持ちで入ってるよ。8、4、8、4、3、9、5。はい、すごいですね。はい、こんな感じで、こんな感じです。
ですね、こういう風に何を注文したかっていうのを書いてあります。見てください、こんなにたくさん、しかも本当にもう何回も言うんですけど、飛んでるかな、ベイベー、一つ一つ丁寧に包んであるっていうのがちょっと感動しました。新品でもね、たまに注文することがあるんですけど、たまにね、まあ、袋に入ってなかったり何かしらで、まあ、とにかくちょっと驚いてます。これはすごい綺麗に包んであります。はい、早速ちょっと、開けてみたいと思います。全部開けてクリクリさせたいと思います。ちょっと時間はかかるんですけど、よかったら最後まで見ててください。よろしくお願いします。まあ、先に靴を、開けてみたいみたいなので、ちょっと16センチなんですよね、これ。結構本当に綺麗で、もうびっくりしました。こんな感じです。ベベって書いてあります。はい、なぜこれを選んだかっていうと、履きやすいと思いますので、まあこんな感じで全部こういう風に開けて、で自分でもね履けるんじゃないかなと思ってこれにしました。すごい、ちょうどです。ちょうどだ、これは。よかった、ベベ、すごい。ちょっとだって見て、ベベ、みんなに見せようか。ちょうどだ、これすごくぴったり、よかった。16センチでちょっと大きいかなと思ってたんですけど、これはちょうどよかった。はい、じゃあ今度ね、違うのしてみようか。どれにしようかな。全部ね、ほとんど冬服を注文しまして、夏服もあるんですけど、ちょっとね、これから冬ね、寒くなるので、これで新しい服買わなくて済みます。やっぱり必要なんですよね。クリクリのサイズは今ね、上の子たちにね、あとの、なんだっけ、お下がり服まだないんですよね。どれにする？これがいい？じゃあこれ見てみて。サイズはね、どうだろう。一応110と120のサイズを、バラバラで注文したんですよね。いや、取ってやる。で、大丈夫。できる。ママ取って。はい、こんな感じです。いいよ。自分で取ってみて。自分で脱いでみて、ベベコ。できるよ、ベベコ。そう、good job, my love。はい、こんな感じです。ニットセーターですね。はい、あ、これサイズ何？105T だから120か、これは。はい、これも取る。あ、これ取らない、これはこのままで大丈夫。はい、これ何？ニットセーター、ベベ洋服。あ、こんな感じです。いい感じ。はい、ちょっとね、クリクリに着させたいと思います。上の切るからね、順番ね。はい、そうだね。ちょっとね、本当にもうまだしっかりしていて、なんだっけ、概要欄じゃなくて、なんだっけ、ちゃんと洋服の、下にはどんな状態とか、そういうのね、5つ星まであるんですよ。これ2つ星しかなくて、ちょっと心配してたんですけど、2つ星なのにこんなにすごい綺麗なんですよ。首のところも。ちょっと待って、ごめんね、ベベラ。こっちももの。はい。うわーお。ジャパラ。ね、毛玉とかね、結構あるって書いてあったんですが、全然ありません、毛玉なんて。もうすごい。じゃあちょっとね、着させたいと思います。はい、ベベ、これ120だ。ちょうど来年まで着れるので、よかった。お家も取ってきた。うお、こんな感じだ、かわいい。ちょっと顔見えない。ちょっと待って、ベベ。はい、こんな感じで立ってます。これがね、120サイズですね。 5T っていう。ちょっと待って、ベベ、みんなに見せるよ、ベベラ。いい？はい、じゃあかっこよくこんな感じ、ファッション。はい、後ろ回って、イエー。はい、これは大きめなんですけど、ここをね、こうやってね、折ってば全然、はい、やんないで、やんないで、やんないがいい、うん、そうか。こうね、折ってば、全然大丈夫です。で、これ来年まで着るっていうのことがすごく、よかった。じゃあ次々と、あまりおしゃべりしながらしないで、少しだけしゃべっちゃうんですけど、素材はどうなってるのかとか、状態とかです、それ説明しながら、
みんなに見せたいと思います。はい、次のビデオ、ベベベベのビデオ。はい、次これみたいですね。これもね、確か初めてだよね、サイズ。いいよ、いいよ。はい、みんなに見せてあげて。いいよ、いいよ。ほんとだ。これは、これも120ですね、同じ。いいんないでしょ。はい、ベベ、みんなにこうやって見せな。でここに、ジッパーがついてます。こんな感じです。これは5、何も書いてないか、5Tとか。でも同じサイズっぽいよね。これは中高位だと思いません。もう本当に首のところ見てください。すごい綺麗なんですよ、首の方が。でここも普通中高位だと結構あるんですけど、これはこのぐらいですね。そうそう、ジャケット、これぐらいですね。これはね、何かしらでハサミとかチョキチョキでやれば全然取れるので、もうすごい綺麗です。はい、これもちょっと着させます。切れない、これ切れる切れる。入れ替え、入れ替えもね。もう嫌だこれ。ジャケットだよベイベー、それは。じゃあ一回行け、行け、行け。寒くなったら、今は嫌だって言うけど、寒くなったら絶対あれだよ。どこすごい、これはちょうどいい、同じサイズだと思う、さっきのと。ただこれの方がね、ここもね、まだしっかりギュッとされてるので、落ちる感じではないんですね。こういう風にならない感じです。はい、みんなに見せあげて。はい、後ろ見せて、後ろ。イエーイ、これにするベベ。これ、はい、こちらですね。これは新品です。これは男の子でも女の子でも着れるニットセーターですね。はい、ちょっと開けてみたいと思います。はい、よいよ、どれ。はい、ゆっくりね、ベベ。そうそうそう、今10時45分。はい、はい、ゆっくりゆっくりベベラ。はい、あ、これちょうどいい。さっきよりはちっちゃい。多分110だと思う。あ、これいいって。そうそうそう。これは後で取るから、一旦着てみようかな。よし、いきますよ、ベベラ。おっと、ぐちゃぐちゃで髪の毛、ベベ。おいで。いっぱい着てるからね。よし。おお、あったかそうな、これ。いい匂い。いい匂い。見て。ほんとだ。新しい匂いだ。はい。はい、こんな感じです。イエーイ、これ後で撮るから心配しないで。はい、回って、ベベみんなに見せて。こんな感じになってます。イエーイはい、OK、 OK、 次いきますよ。ちょっと最初これで切る。そうそうそう、よし、次いきます。どれする、これ、どれ、これ。はい、じゃあこれにします。どこが、どこ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 が、これ、犬する。だ、これ120だ、110、110。はい、こんな感じです。これはさっきのはセーター、ニット、どっちだっけ。これ確かニットです、ニットですよね。これはふわふわ系です。こんな感じです。もう全然まだまだ使いますこれは。あと、なんだっけあれ、毛玉とかあんまり目立たないんですよね。これぐらいだけです、毛玉は。こんな感じで、これは家でもね使えるので、家用として使いたいと思います。で、110って書いてあります、ちゃんと。はい、今行くよ、行くよ、ベベ、切るよ、切るよ。はい、いいよ、いい。はい、ちょっと待って、青、そうね、はい、青。はい、こんな感じです。ほんとだ、これで寒くないね。これはね、しっかりと、ここはもうふにゅふにゅじゃないので、ほんとにね、こうやって折らなくても落ちない、落ちる心配はないです。これはちょうどいい。はい、回ってください、ベベ。ここカメラのところ、イエーイはい、次いきます。ついてついてくれ、なんか、なんかふにゅふにゅする。はい、次いきます。ズボン、ズボン、取り抜かないと、ね、ズボンですね、ジョーガーパンツです。こんな感じです。これはオールドネイビーの 4T って書いてあるんですけど、結構ね、今クリクリを着て履いていたのは H&M のこちらです。これは自分たちで
買ったものなんですが、これよりはちょっと大きいんですよね。結構大きいです。ちょっとね、これ履かせてみて、大きいな、これ来年ですね、これは。これ来年ぐらいかな。ちょっと切ったってみたいな、うん。はい、ちょっと履いてみました。これはね、引っ張れないんですよね。もうなんかファッションとして、ついてあるんですよ。でも全然普通に着れる。普通に着れます。こんな感じです。で、ポケットもある。ね、ポケットもあるし、ここも。いや、普通に着れます。これ、履けます。着れますですね。こっちもある。全然サイズ。今日、今年も来年まで使える感じですね。ウェディシェがなんか。はい、じゃあ、いけぬいで、ベベ。これも。ウェディシェがなんか、はい。これもできたな。はい、次。はい、次行きたいと思います。次、どれにしますか？はい、この赤いやつですね。これ、イーストボーイですね。イーストボーイ、イーストボーイですね。はい、ちょっと開けてみたいと思います。開けたよ。あ、ごめんごめん、はい。あ、もう一回。はいはい。オッケー。自分で開けたいようです。はい。これは普通のニットでもないし、本当だ。あ、すごい、いいねする。本当だ。これはニットでもないし、セーターでもない。普通のコットンですね、これは。ニットだよ、これ。すごい。これ110だね。110ですね。ニットですよ。こんな感じです。いや普通にこれは外遊びとかね。でもうわーすごい、全然これ違う、これは赤ですよ。赤だね、そうだね、全然綺麗、毛玉も全然ないし、新品の感じです。じゃあちょっと着させます。ねー、はい、次どれにしますか？ひばべ、これかっこいいな、この赤いの、イストボイのすごいし、イエス、はい、これジャケットみたいみたいだよね。これ確かこれがリバーシャブルな、リバーシャブルだ。これはどっちも使えるんですよ。はい、これはね、ふわふわ系の感じの素材ですね。ですごく綺麗です、もう本当に。でちょっと開けてみます。これはリバーシャブルなので、こことしても使えるし、これはこっちね。はいはい、アナ、こっちの柄はこんな感じで、でリバーシャブルにするとこんな感じです。柄はこんな感じです。もうこれはシンプル系で、こっちはもうカジュアルですよね。ちょっとさせてみたいと思います。これにする？うん、あったかい。これこれ110だ、110だ。これはちょっと待って、ごめんね、ベベ。いい、よし、はい、待っていいよ。こんな感じです。パケット、パケット、あ、あるあるある。ほら、なんかどっちにも、どっちもポケットあるよ、ベベ。これこれこれ、ちょっと見て、見て、あ、ここにあるんだ、ちゃんと。110だ、やっぱり。これはクムサイ、クムザイムですね、これは。サイズのジップアップトレーナーかな、これはね。はい、早速次行きたいと思います。どんどんと次こちらにする？ズボン。何にする？赤い！これも同じ！はい、これもニットですね。で、フット付きになってます。サイズは110です。あと、あと、こんな感じで。この色の組み合わせがすごく綺麗。で、毛玉はね、ちょっと目立ちます、これは。毛玉はね、これぐらいあるんですけど、全然気になりません、これは。これはベベですね、ブランド名が。はい、ちょっと着てみたいと思います。させてみたいと思います。ちょっと毛玉とかがね、多い感じの服は、子供、あ、毛玉はもうここだけです。これだけ、この服だけですね。ちょっと目立ち、どうだろう、目立たないかな。そうですよね、あとは全部全然。はい、今持ってな。危ない、これよく転ばない。はい、こんな感じです。回ってください、ベベ。かわいい。ちょうどいいんだ、これ。あ、見て、ママ。色として。そうだね。じゃあ、一回、一回これ。そのままにして、それ。はい、で、チー。あ、ほんとだ。アンパーです。これはミッキーハウスですね。それ、そのままにしたいな。それ、そのまま。ミッキーハウスはサイズは、あ、これ何？ジャンパーの、これどれ？
取らなくて大丈夫。ゆっくりゆっくり。はい、おいで。パン。何これ？クリクリ、こういうの初めてなんで慣れてない。でもね、すごい可愛いよベベ。これ調節できるので、ここで調節したいと思います。あ、脱がないベベ。そのまま一旦。ちょっと待って一回。これでここ。あ、いいな、そのままで。はい、調節すると これぐらいまで、やれば全然切れます。かわいい。で、足元はちょっと長いんですけど、ちょっと待ってごめんねベベ。これはね、普通にこういう風にね折ってれば全然問題ないなので、今年も来年も切れる感じですね。はい、次。あ、これでいく。これでいこう。またいいよ。はい、次。これは覚えてます。これもリバーシャブルです。ズボンですね。これ、これ、これ、落ちがいたらいい。ですよ、今、着てみるだけ。みんなに見せる。はい、こんな感じ。すっごいあったかい、これは。すごいあったかい。脱がなくていい。そのままで大丈夫。あ、これでいこう。これのサイズはいいよ。最高。はい、これ110ですね。こんな感じです。はい、こんな感じです。毛玉はね、全然目立ちません。これもで、下にちゃんとこういう風にゴムがついてるので、汚れる心配はないですね。これはこんな柄で、こっちはこんな柄で、反対側にすると普通の黒ですね。なのでちょっとね、黒はもう分かりやすいので、これでちょっと着させたいと思います。この柄で。はい、ちょっともうこれ行ってみな。クリクリ、みんな見えないから。そうそうそう、違う違う、こっちこっちこっち、ここで立って。こんな感じで見えない。そうだから、ここじゃないとあの。はい、 OK です。おいで。次はちょっとね、次ジャンバ行きます。そのままジャンバ着させたいと思います。これもゴムサイズですね。110です。ちゃんと書いてあります。全然新しい。これもう毛玉もないし、素材もしっかりしてます。でここも綺麗なので、全然これはもう本当にここがいいんだよね。やっぱりとりあえずできるとふわふわベベ。はい、これもついてるんですけど、ちゃんとボタンも、一番上にボタンがあって、で、ちゃんとね、ジッパーもあります。で、中はしっかりしてる。すごい。さすが。コムサイズムですね。はい、中はこんな感じです。はい、いい？させたいと思います。かっこいいな。でっか、ちょうどいい。でっか、大丈夫、ちょうどいい。今年と来年には着れそうです。これは110なんだけど、ちょっと大きめなサイズですね。これ寒い時に絶対いい。これ何くん、ちょっと待って。これ何くん、はい、何くん、これ何、これ何でやる、はい、ん、これ何でやる。これはこれやればね、かっこいいじゃん。ほら、これあるだけで、でこれ折ればね、全然問題ないですよ。はい、回ってみてください。おお、かっこいいじゃんベベー。取る、イエス。はい、こちらは110サイズで、ブランド名がジャンクストアですね。中は紫色で、外のはこんな感じです。かっこいい系ですね、これは。はい、ちょっとね、着させたいと思います。毛玉は目立ちません、これも全然。はい、きゅうべ。はい、いい？じゃあ取ってみて。これはちょうどかな、110。うわ、あったかいね、これは。おお、かっこいいベベー。かっこいいなベベー。よし、これはちょうどいい。あの、手元も。はい、じゃあちょっとみんなに見せてください。回ってみてください。ぴったり、もう嬉しすぎます。ぴったりで、本当にぴったりでね、注文してそれでぴったりで来るとすごい気持ちいいですよね。
はい、次これジャパリのマネージャーで。なんで？だってこれジャケットじゃないからベル。はい、こんな感じですね。かっこいい赤と黒の、デザインですね。で、毛玉は全然何も目立ちません。毛玉はありって書いてあったんですけど、全然目立たないです、本当に。こんな感じ、ちょっとね、着させたいと思います。ちょっと着させます。はい、こんな感じです。ちょっと一回前見せてください。かっこいいですね、これ V ネックで。はい、後ろ見せて、ベンベン。ちょっと待って、違う。一旦これ、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 はい。当たれないか、あと2つ。それで終わり？もう2つ好きです。これ、家で使いたいと思います。ちょっとね、毛玉はそんなに目立たないです。私から見ては。これは、コムザイムで尺十サイズです。こんな感じになってます。はい、着てみるよ、ベベ。あ、おいしいシーシャ。はい、行くよ。ちょっと見てみ、見せる。これボタン何のためだろう、わかんない。じゃあ、行くよ、みんなに。ちょっと待って、はい、じゃあ、何これ。ぜひ持ってください。こんな感じですね。あったかそう、これはもう欲しいです、こういう系の。すごいかっこいいね。はい、次行きます。よろしくお願いします。バイバイ。バイ。